表情河原の球場とは、宮城県仙台市青葉区壇にある野球場である。広瀬川左岩、表情河原の橋の北東にある。管理は、財団法人仙台市公園緑地協会。両翼92メートル、センター107メートル。座席は、バックネット裏のみ整備してある。近隣は、仙台藩の表情書があったことから、表情河原と呼ばれるようになった。その後は、 仙台市長を務めた、早川智博所有の牧場となり、東北帝国大学野球生に校が使用していた。1936年学生の勤労奉仕によって、整備され会場。本田幸太郎が5000円の私費を投じ、スタンドを寄贈した。第二次世界大戦後、宮城球場が1950年に竣工するまでは、プロ野球の試合も開催された、野球場である。 1948年5月16日に行われた読売ジャイアンツ対金星スターズの試合で読売ジャイアンツの川上哲次がプロ野球史上初の1イニングに本類打を達成した地として知られている。また1949年5月7日の大英スターズ対阪神タイガースで大英スターズの大岡虎オが3打席連続本類打を放っている。当時は 両翼91メートル、センター82メートルだったため、合計で9本類打が出た。1950年に宮城球場が開場すると、プロの試合は行われなくなったが、仙台六大学野球連盟を中心としたアマチュアの試合で住み分けされた。管理は1964年に東北財務局、1982年に仙台市に移管した。 1983年に現在の広さに改修された。近年ではアマチュアは宮城広瀬球場や愛島球場など設備が整った球場を利用するようになり利用者が少なくなった。道路を挟んだ向かい側に表情、河原の陸上競技場がある。ABCDEFG 宮城野球史狭くて本類が続出、表情河原から朝日新聞。 ありがとうございます。